それではあがきの歌の中村優里監督にお伺いしたいと思います。まずはじめにあらすじ教えていただけますでしょうか。とあらすじは、はい、もう主人公が諸岡っていう女の子なんですけど、まああんまりなんだろう、まあ、やりたいこととか得意なこととかあんまりないような子なんですけど、すごい自分が、まあ、尊敬してるような先輩みたいなのと一緒にあるコンクールを目指して芝居を作っていくみたいな話です。はい、ありがとうございます。きっかけというか、はい、自分はちょっと演劇サークルで4年間やってて、はい、その演劇サークルの先輩と一緒に映画サークルを作って、はい、まあ、なんかそこで、まあ、ちょいちょい制作とかそういうことをやってたんですけど、はい、なんか今4年でそうそう卒業するなって思ってたら、はい、なんか、なんか自分はなんだろう、自分はあるって思ってた時間なのに、はい、もしかしたら周りの人はそのなんだろうな、私が何かしてた時間を何もしてない時間だと思ってたりとか、なんかその自分の4年間結構いろいろなんか人に言われたりして思うところがあって、なんか4年間がそのなんか死んじゃうみたいな結構なんか切迫した気持ちになっちゃって、はいはい、でそのなんかきっかけ、大きいきっかけ、なんかそういう自分の中でそういうなんか切羽詰まった問題みたいなのはいろいろあったんですけど、取らなきゃなって思って取ったのがきっかけですか。はい、ね、今回本当に初監督なんで、そういう技術的なこだわりみたいなのは全然なくてもうないんですけど、はい、役者さんがみんななんだろう、結構撮影が押しちゃって、そんな撮影日数めちゃくちゃ多いわけじゃなかったんですよ、はい、2ヶ月になんかまたいじゃったりですけど、その中でどんどんちゃんと自分の役とか考えてくれて、なんかラストシーンとかは一番撮影の最後の日とかに撮ったんですけど、はい、おい、私が思ってたのよりももっとすごいいいの出してくれたんで、役者さんの演技とか見てもらえたら嬉しいですね。はい、ありがとうございます。本当に他の作品と比べて拙い部分が多い作品で、お見苦しい点はいっぱいあると思うんですけども、なんかゆるっと楽しんでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。